ニューメキシコはアメリカ海軍の戦艦、ニューメキシコ級戦艦のネームシップ、艦名はアメリカ合衆国47番目の州にちなむ第一次世界大戦系旧式戦艦軍の最終版。竣工時は全球らと同じく前後将がカゴマストであったが、1930年代にネルソン級で採用された箱型の大型環境のレポートを入手したことにより、 両艦とは一線を画す外艦となった。また、同級の他の二隻と異なるターボエレクトリック方式を採用した。速力は他の戦艦に比べ若干速く、対空兵装でも勝っていたが、太平洋戦争での攻撃力は十分ではなかったため、近代化改修を受けた。ニューメキシコは1915年10月14日に、 ニューヨーク海軍交渉で寄港され、マーガレット・シー・デバーカによって1917年4月13日に命名、浸水した。1918年5月20日に、初代艦長アシュレー・エイチ・ロバートソン大佐の指揮下、収益した。成長訓練の後、ニューメキシコは1919 19年1月15日に、フランスのブレストに向け、ニューヨークを出港した。これは、 パリ講和会議に出席するウッドロー・ウィルソン大統領が乗船するジョージ・ワシントンに随行するためであった。ハンプトン・ローズには2月27日に帰港した。その後7月16日には新たに編成された太平洋艦隊の帰還となり、3日後にはカリフォルニア州サンペドロ湾に向けて出港、パナマ運河を通過し到着したのは8月9日であった。続く十二年間では、 大西洋艦隊と共に太平洋及びカリブ海で毎年訓練を行い、1925年にはオーストラリアとニュージーランドを訪問している。1931年3月から1933年1月にかけてフィラデルフィアで近代化改装を受け、訓練の後1934年10月に太平洋艦隊に復帰した。 ニューメキシコの母校は1940年12月6日から1941年5月20日まで真珠湾であった。その後大西洋艦隊に合流するため6月16日にノーフォークへ向かいパトロール任務に従事した。日本海軍による真珠湾攻撃後、ニューメキシコは西海岸へ戻り、1942年8月1日にサンフランシスコを出港し、 ハワイに向かった。1942年12月6日から1943年3月22日まで、フィジーへの物体輸送の護衛及び南西太平洋のパトロールに従事、その後シンジに戻り、アリューシャン列島への攻撃準備を行った。5月17日にアダック島に到着、アッツ島の封鎖に従事した。7月21日には、 キスカ島への大規模な艦砲射撃に参加したが、日本軍はすでに撤退済みであった。ピュージェットサウンド海軍交渉で修理後、ニューメキシコはギルバート諸島に対する攻撃のための演習に参加するため10月25日に真珠湾に戻った。11月20日に始まったギルバート諸島攻略戦で、ニューメキシコはマキン艦章への砲撃を行い、 輸送船団の支援を行うとともに、空母護衛のための対空砲撃を行った。その後12月5日に、真珠湾に帰還している。1944年1月12日に、マーシャル諸島への攻撃を行った後、ニューメキシコは1月31日と2月1日に、クエゼリン艦渉及びエビゼ島への砲撃を行い、その後マジロで補給を受けた。2月20日には、 ウォッチ干渉、3月20日にニューアイルランド島のカビエンに対して砲撃を行い、その後シドニーを訪れ続いてソロモン諸島に向かい、マリアナ諸島での作戦に備えた。ニューメキシコは6月14日にテニアン島、6月15日にサイパン、6月16日にグアムを砲撃し、6月18日には敵空襲に対して応戦した。 その後マリアナ諸島で輸送船団を護衛し、同任務をエニウェトクでも行った。7月9日から12日まで護衛空母部隊の護衛を行い、その後7月21日の上陸に備えてグアムへの砲撃を行った。砲撃は7月30日まで行われ、日本軍拠点施設の多くを破壊した。その後8月から10月までブレマートンでオーバーホールを受け、 完了後は11月22日に、レーテ湾に到着、輸送船団の警護にあたり、日本軍の激烈な抵抗に対しはないから、連日の砲撃を行った。ニューメキシコは、レーテ湾を12月2日に出発し、パラオに向かい、ミンドロ島攻撃部隊の護衛を行った。上陸が12月15日に行われ、ニューメキシコは2日間にわたって、対空支援射撃を行った。 ニューメキシコが続いて参加した作戦は、ルソン島侵攻作戦であった。日本軍は絶え間なく特攻攻撃を行い、ニューメキシコは、総員配置で対処した。1945年1月6日、リンガエン湾での上陸前の艦砲射撃中に、特攻機が艦橋に突入し、艦長の RW フレミング大佐を含む29名が死亡し、87名が負傷した。 損傷にもかかわらず砲撃は継続された。地上部隊が上陸するまでニューメキシコは同海域での活動を続けた。真珠湾での修理後にニューメキシコは沖縄振興の準備のため、ウルシー白地へ到着した。3月21日に火力支援グループと共に出港し、3月26日に沖縄で砲撃を開始した。 5月11日にニューメキシコは8層の特攻艇を破壊するが、翌12日に2機の特攻機の攻撃を受けた。ニューメキシコは1機を撃墜したが、もう1機は爆弾と共に突入し、爆発、54名が死亡し119名が負傷した。直ちに消火作業が行われ30分以内に沈下した。その後5月28日に修理のためレーテ島へ向かい、 修理の完了後は、日本本土侵攻のための演習を行う。8月15日の終戦時、ニューメキシコは、サイパン島に停泊中であった。翌日沖縄へ向けて出港し、占領部隊に加わった。相模湾に8月27日入港し、厚木飛行場への降下部隊の支援を行い、翌日東京湾へ入港、9月2日の降伏文書調印式に臨席した。 ニューメキシコは9月6日に帰国の都につき沖縄、真珠湾及びパナマ運河を経由してボストンに10月17日到着した。その後1946年7月19日にボストンで退役し、1947年10月13日にスクラップとして売却された。ニューメキシコは第二次世界大戦の選考により6個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。